アニメ開始から2ヶ月で700万部増で1700万部を突破。原作売上が爆上がりしているらしい。アニメ化大成功だね。原作ファンの端くれとしては素晴らしいアニメにしてくださった全てのスタッフに感謝です。最新12巻も12月18日に発売。特装版は小説そうそうもつくそうなのでこちらも楽しみです。やはりアニメの影響はすごいな。アニメが終わる頃にはどこまで伸びているか楽しみ。今でも単館売上100万部以上の化け物だけど。薬屋もフリーレンも綺麗にアニメ化の効果が出てるね。薬屋の独り言が1ヶ月で累計プラス300万部って聞いてすげえなと思ってたけど、フリーレンもとんでもねえな。良い原作に良いアニメを作れば売上が伸びるという法則が出来上がってほしい。サンデー、フリーレンに宣伝とかで全力傾けすぎだろと言われてるが、これは全力傾けるのもわかる。プッシュしてた割にはアニメ化であんまり跳ねない作品とかもいっぱいあるのに、広報から何からこっちが若干心配になるぐらいフリーレンに全力投球して結果出してるんだからすげえよ。おかさげがしたいんじゃなくてすげえ理想の展開だなって言いたい。原作売れてて、それじゃあ気合い入れてアニメの企画やりましょうとなって、実際にアニメも原作も好調。スパイの時も思ったけど、こういう性の循環っていいもんだなと思う。いつもウェブリで読んでたけど、アニメ見てやっぱり紙の本で欲しくなって揃えたわ。呪術、スパイ、薬や馬、シャンフロといった話題性に富んだアニメがひしめくクールでかすまず輝いて話題になったのは素直にすごい。改めて今期激戦区だよな。各方面が全力を出してる企画だし、失敗したらアニメ業界の未来にとっても困る事態になるだろうし、よかったよ。このまま映画やってほしいな。今期は東宝の配給作品だけでもフリーレン、呪術、薬屋、スパイ、ドクターストーンって何なんだよ。東宝の本気やばいですね。初回2時間はちょっとどうかなと不安だったけど杞憂だった。最初にメインキャラの人となりとストーリーの目的を明示したのは大きかった。何より作品の理解度が高く、初見視聴者も原作ファンも楽しめる。キャストの熱演も含めて素晴らしいアニメ化で嬉しい限り。2ヶ月で700万って、これアニメ完走する頃には元の倍超えそうだな。ちょっと前に慌てて全巻重版して書店さんに間に合わせますってツイートしてたから、ブーストかかったっぽいのは知ってたが、ここまでとは。いろいろな人が知ってくれたことが何より嬉しいわな。盛り上がってみんなといろいろ語り合えるしね。最初から爆発的に効果が出たってよりも、後からじわじわと伸びてるの面白い。視聴率も安定してるみたいだし、マジで堅実でしっかりしたアニメ化でファンとしては嬉しいわ。私が体を張ったおかげじゃない。お前ネタ人気出そうだなとは思ってたけど、ここまで大人気になるとは思わなかったよ。あまりにもファンアートが増えすぎて、初見の人が4人目の仲間と勘違いする事態が頻発してるとか聞いてクソ笑った。流行り廃りが異常に早い昨今のネット社会で、これだけ長期間いじくられ続けるのは希少な存在だよ。すごいよアウラ。売れるであろう作品に全力投資してきっちり回収できた感。あと勤労放送が予想以上にマーケティングとしてがっちりハマった感がある。この方式がなんとか定着してくれるといいなって。薬屋の独り言といい、アニメ化でブーストかかるとやべえな。いや、どっちも元から売れてた作品ではあるが、そもそも映像化前で1000万部って異常だよね。同じ10巻あたりでの発行部数だと、鬼滅で250万、ワンピースで650万だったからな。ちなみに電子書籍は発行部数に含まれないから、ワンピースの頃より不利な状況。初回2時間放映は正解だったと思う。あれである程度大きな数の間口広げたおかげで、合わない視聴者は最初の時点でされたし、そこで知って継続しようって視聴者をそれ以上につかめた感じがある。ここ最近は売ろうと力入れた作品がしっかり売れる流れが続いてて、景気がいいわね。いじれるキャラがいるのって大きいな。 SNS でいじってもらえて、それでミーム化していって売れる流れになってる。ゴリ押し宣伝が効いたな。ゴリ押しもきっちり受けて結果が伴うならありかもしれないとちょっと思えてきた。全面サポートしてでかい枠取って宣伝しまくってはおいおいと思ってたけど、結果的にはうまくやりやがった。監督の斉藤圭一郎さん、これから引っ張りだこになりそうだな。ゴザロもフリーレンも原作からすでに人気あったとはいえ、アニメ化で魅力をさらにブーストしてるし。ボッチザロックアニメの監督なのに今更気づいた。めちゃくちゃ堅実に原作の魅力引き出してくれてありがたい。最寄りのでかい本屋は全巻平積みで売ってるけど、アニメが進んだ巻まで順調に売り切れてるわ。あれ見て結構アニメ新規いるんだなぁと思った。ネガキャンしてた層もいなくなったって感じだな。ステマステマって言われてたらしいけど、普通にダイレクトマーケティングじゃんとしか思えなかったしね。あとは裏辺からつまらなくなるって意見も見たけど、逆に一つギア上がってかなり視聴者に受けたって印象。アニメは佐藤さやストルツ
スみたいなゲストキャラの演技や演出にも手を抜かず原作の魅力を保管してるのがありがたい。勤労後の枠提案したのが誰か知らんがかなり軽眼だったと思うわ。個人的に勤労の後見るか、で週末の夜締めるのに最適の作風なんだよな。これアニメの出来が良くて本当に良かったよ。推しの漫画のアニメ化が上出来ということのなんと幸せなことか。